ではシャンケル。いやユンケルと何が違うかっていうと、まあまあ いやどうでもいい。おっと、そこに吹っ飛ばされると、おっと、あぶねえ、このね、この最強のコンボクソが、おっと、さあ、これは届かなかったん。さあ、ユンケルケル、あった、ちょっとずれたけど大丈夫、当たる。ディメンションを信じろ、ディメブレを信じるんだよ、こういう時は。おっと、ファイヤー撃たれたのかな。はい、オッケー。で、弾を補給して。で、クラハリと、ディメブレ撃って、落下ダメージをつけて、終わりと。はい。なんかね、ファイヤーを使うと、シャンケル使うとめっちゃ強くなった気がするんだよね。危ね。これは逃げて正解。オッケー。爆弾を処理。トップ取って。オッケー。うん。爆弾の処理はね、届かない。そりゃ間に合わないよな。こいつおったんだね。ほい。ぐだぐだ。いや、さっきの試合はなかったことにしてほしいね、ほんとに。あれは、あんなひどい試合は、久しぶりだわ。あっと、危ね。でも落ちなかっただけマジか。竹やぶ、あ、体力少ないやん。行きましょうか。
オッケオッケー、これ前叩きで、オッケー、のんきにとことこ歩いてんだねお前。引き上げ クラッシュハリケーン、どういう動きしてんだお前。シャンケルをね、使って優勝と。